どん底の人々、または、奈落の人々は、1903年に出版された、ジャック・ロンドンのルポルタージュ作品。現代は、ザ・ピープル・オブ・ザ・ウィス。1902年当時のイギリス首都ロンドンのイースト・エンド地区の人々の生活を描いている。彼は、時には、旧品院や路上で寝泊まりし、数ヶ月間にわたって、ホワイト・チャペルを含むイースト・エンドで暮らして、 それをもとに本作品を書いた。彼が経験して書き記したものは、現代のロンドンの貧困層と共通するものがある。日本では1919 19年に辻順が翻訳したものが最初の出版である。どん底の人々のために撮影されたドロセットストリートイングランドのスラムについては、フリードリヒエンゲルスによるイギリスにおける労働者階級の状態をはじめ、 いくつかの報告があった。しかし、それらは現地の直接調査によるものではなかった。1890年、ジェイコブ・リースがニューヨークのスラムを撮影した写真集ハウザーザーハーフライブズを発表し、センセーションを起こした。本書の出版元マクミランがリースの名前を引き合いに出して本書を広告していることから、少なくとも出版社は、 両者の類似性を感じていたと示唆される。ロンドンがこの本を書いた当時、ザービスつまり、深淵、奈落の底、どん底という意味の語は、社会の最下層を指して、広く使われていた。H.G. ウェルズの1902年の著書、予想では、全体を通して、その意味でこの語を使用しており、また何箇所かでは、どん底の人々という語句を使っている。また、どん底の人々は、 ウェールズと同じ言い回しであると指摘している例もある。英国の新聞ジャーナリストで編集者のバートラム・フレッチャー・ロビンソンはデイリー・エクスプレス誌にどん底の人々の書評を書きもっと憂鬱になる作品を見つけるのは難しいだろうと述べている。日本では代表作野生の呼び声、白画によってロンドンは動物小説作家であるという印象が強い。しかし本作は 両者の発表前の1902年に取材し、野生の呼び声と同年に出版されて大きな評判を取った。電気作家、アービングストーンによる馬に乗った水夫大いなるカリウドには、ロンドンが発表した作品が本作のみであっても十分な名声を得たであろうと、当時の評論家の意見が記載されている。ジョージ・オーウェルは10代の時に読んだ、どん底の人々に影響を受け、 1930年代に、不老者の姿を真似ては、ロンドンの貧しい地域に潜入していた。本作品の影響は、パリロンドンどん底生活と、ウィガンハトバイの道に見ることができる。ジャックロンドン研究者の辻井栄治は、パリロンドンどん底生活の英国首都ロンドンのスラムについての記載部分に類似性を指摘すると同時に、資料の豊富さ、客観性については本作品が勝るとしている。 ありがとうございます。